皆さんこんにちは。ちょっとねやばい錬金術を見つけてしまったんで紹介します。まずね小麦をちょっと今一回大量に買うね、まあ、とりあえずどうしようかな、100個ぐらい買っとくわ1回で、まあ、250円なんよ1個で、まあ、とりあえず、まあ100個買って今からちょっと料理して錬金術してちょっと金策するんだけど、今ちょっと撮影外でさ、普通にちょっとね、料理のレシピパン買いまくってずっと食べとったんよ。そしたらさ、パンのレシピ覚えたわけで、パンってこれパン、さっき小麦250円で買ったじゃん。これね、小麦の値段が、買取250円、買い値だね。でこれパン売り値330円なんよ。したら、まあ、250円で買ったものをさ330円で売るから、まあ80円のプラスじゃん。でも80円ごときじゃんって思うやん。もっとすごいです。80円からこのパンを使って今度このトーストっていうのを作るんよ。これパン1個でできるんよ。これ500円になるんで、これ小麦粉をパンにして、そのパンをトーストにして、で料理スキルレベルも一緒に上げれるやんってちょっと気づいて、でしかもこれ1個売るごとに500円だから250円のね、このお得なんよ。ちょ、一旦ちょっと実践してみるか。まずここでパン作るんだけど、ただね、このゲームにちょっと厄介なのが、まとめて作れんのよね。まあ、A 連打。でもこれでさ、で、ちゃんとみんなRP 見るんだよ。自分の RP 見て、決めないとね、本当に体力全部なくなって死ぬみたいなこと平気であるから、このゲーム。気をつけるんだよ。で、まあ、こうパンバーって作っていくやん。まあとりあえずこんぐらい作ろう。でそれで今度このパンでトーストを作って、こういうことよね。で売ればスキルレベルも上がるわ、料理レベルも、あ違うわ、スキルレベルも上がるわ、お金も稼げるわ。で一石五鳥だよね。でぜひみんなもねやってみてください。